ダンボール肩掛け遊具シリーズ帽子を作りましょう。 A から C の3枚のシートが入っているか確認してください。組み立てには両面テープまたは木工ボンドかのりが必要です。 A のシートからパーツを抜き取ります。ひっくり返して全ての折り線をしっかり折り曲げます。B のシートからパーツを抜き取ります。細かいパーツも外していきます。すべての折り線をしっかり折り曲げます。2本の折り線は折り曲げづらいですが、しっかり2本とも折り曲げてください。B の3ののりしろに両面テープを貼ります。B の2をくるっと折り曲げ、両端に B の3を貼って固定します。この時溝の位置を合わせて貼り合わせてください。 A の1を B の2の上段の溝に差し込みます。無理やり差し込むと折り曲がってしまい、差し込みづらくなったり髪が弱くなってしまいますのでご注意ください。ぐっと奥まで差し込みます。C のシートからパーツを抜き取ります。 C の4をひっくり返して折り線をしっかり折り曲げます。 B の2の下段の溝に差し込みます。B の2の下パーツを内側に折り込みます。このパーツを折り込むことで内側のベロが固定されます。差し込みが甘い箇所はこの時点でしっかり奥まで差し込んでください。C の6の折り線を折り曲げ、C の6、C の5ののりしろに両面テープを貼ります。C の6をつばの上になるように B の2に貼ります。C の5の丸を中央になるように A の1に貼ります。ダンボール肩掛け遊具シリーズ帽子の完成です。